お客様、あのトマトの薄皮がスイスイ剥けちゃう、こちら、のの字トマトピーラーのご紹介です。最大の特徴は何と言ってもこの頭のギザ刃なんです。そこで今日はわかりやすく、こちら、ご覧ください。このギザ刃のおかげで、トマトの薄皮にしっかりと刺さるんですね。さらに、これ内側にカーブしてますから、トマトの丸みにピターッとフィットしてくれるんです。だからトマトの薄皮が綺麗に剥けるんですね。お客様、論より証拠、実際に見てもらいましょう。持ってきました。真っ赤に熟れたトマト、いきますよ。当てがいます。スーッと動かすだけで見てください。この薄さ、あの身を潰してないですよね。身を潰さずに綺麗にトマトの薄皮だけを剥くことができるわけなんです。もうここまで剥ける切れ味ですから、お客様、もう野菜の皮剥き、果物の皮剥きはこれにお任せください。例えばですよ、大きいものだったら大根の皮ご注目。当てたらスーッと引っ張ると当然剥けるわけです。さあ、今一度、スーッと引っ張る。とにかく薄く剥けるんですね。大根、もちろん剥けます。大根だけじゃないですよ。細いものだったら、人参。この硬い人参も、なんのその。見てください。切り口は滑らかだし、皮は薄いし、本当に使いやすいんですよね。そして、実はこれ、頭が自由に動きますよね。これ、ポイントなんです。例えば、こういうじゃがいも。あ、ちなみに、小さいものは手袋を使った方が安全ですよ。行きましょう。でこぼこ三角丸四角。まあ、どんな皮でも揃って剥ける。でこぼこのものがここまで綺麗に剥けてくれると、やっぱり気持ちがいいですよね。ですからお客様ね、それこそ、今まで見たことないようなものもチャレンジしてみてください。例えば、これ。僕のおすすめ、パプリカ。いきますよ。このパプリカがですよ。わかります?こんなに薄く剥けるんです。さあ、もう一度。こんなに薄く剥けるんです。実はパプリカって、この皮を剥いた方が甘くて美味しいんです。よかったら、これお買い求めになったら試してみてください。そして、柔らかいフルーツ。今度は、キウイフルーツ、プラムの皮から桃の皮、柔らかい皮まで薄く綺麗にまっすぐにお任せください。さあお客様、使い方はもうとにかく簡単です。あ、お手入れも簡単ですよ。使い終わったら水の中持っていってご注目。ジャブジャブジャブ、すすいでいただければお手入れはこれでおしまい。ただ、この歯ってちょっと怖くないです。でも大丈夫。実は使い終わったらちゃんとこちらカバーがついてるんですね。ぎゅーっと広げていただいて、この歯にパチッと止めていただければ歯に触れることなくカバーすることができるから安全なんです。ここに穴が開いてます。キッチンにぶら下げといていただければ場所も取りませんよ。さあお客様、野菜の皮むきの集大成、こののの字トマトピーラー。野菜が剥けて、果物が剥けて、硬いものから柔らかいものまで、もう皮むきだったら断然おすすめです。
nobile qual più mal vinto, frutto ne da provino.